カブリコ。皆さんこんにちは、カブトムシゆかりとゆうきりこです。さあ始まりました、カブリコ10回目。イエーイ、無事じゃないけど10回目を迎えました。はい、ということで本日はシーガーデン川口安行店さんをお借りさせていただきまして、本日もカブリコ10回目を収録していきたいなと思っております。ということでね、はい、前回ねリコちゃんがついに勝利してくれました、はい、いや笑顔でね、うん、終われましたから、うん、なんかねやっぱずっと帰ってこないって思ってたものたちが帰ってきた喜びもらいます、作ってましたからね。そうなんですよね、はい、いやでも結構返していただいたんで、はい、ありがとうございました、ね、もう頭上がらないです。いやもうなんか今回からなんかまた元に戻ってるみたいなんで。そうなんですよ、ルールがね、雪の出玉カブトムシにはもうないもうな もうないということで実践方法ね、はい、こちらになってるんですけれども、せーの、イエーイ、4、最後だ。ここ一番、なんかちょっと危ないね、なんだろう、あれじゃない、一番下って危ないよ。だって危ないよ、ね、思いついたのから、うん、上から書くから、そう、乗り打ち勝ち乗りとかだ、ね、これちょっと危ないの、前交換とかここら辺来るよ。いや今日は2人して勝利できるように、で結果の方はですね最後に発表したいなと思いますので、最後まで見ていただければと思います。それでは行ってきます。かぶりこ、打つのすごい久しぶりだから、全くもってうまくできないかもしれないんですけど、引けるように頑張ります。ちょっとダメそうなら早めに大移動をして感じですかね。310行きましたね、これでミトルーレット発動になりました。お、一気に連続で増やせましたね。さあミトルーレット166ゲームでいきます。押せ、右に期待したいけど、あと半分ぐらいあるから。はい、朝一は、へい、鏡に来ました。早いといいんですけど、隣のお兄さんオープニング終わったらもう当たってた。なんか早めに3周期見たいですかね。あれ、ベルじゃないのに来た。この対決が特訓に来てくれると言うんですが、ラグビー特訓いた、一周決めです。うん、何を言いたよっ、お弁当だ。1トン来るならそもそも何にも来てほしくなかった現象ですよね。行きます、モラグビー星3つ行きます。ダメです、だけどね。
と行きます。おお、おぎいちゃんプッシュ、おお、チャンス。さあ、あれ来た、66%のおぎんデートに上がりました。じゃあ頑張ります。人の意見に私は従います。だって怖いから。裏モードには行かないからね。じゃあ行きます。行ける気がする。おいしょ。うわー弁当。これでちょっと兵を稼いでいきたい。よし、これでうんと行ってジャック行きます。ナイス、来た、2周期。え、やった。カントリーに帰る。私東京生まれ。よし、当たりました。投資が9000円の333ゲーム。イエーイ。めっ、え、青だな。え、イエーイ。引いてきます。朝から青だな。バンリューモン以上ですけど、バンリューモン嫌だ。いや、バンリューモンだ。おし、じゃあダメ。聞いた。よっしゃ。あー、息してなかった今。行けます。いや、よかった。これ取れると取れないのじゃ違いますもんね。お、ホールドしたよ。3つ目でホールド。青、75枚。またバンリューモン。よし、頑張れ。頼むよ。行かないわ。終わっちゃいました。
押して特訓して1周決め。飛んで対決です。また調理実習、あっいった当たった、もうちょっと、もう一回、もう一回、すまない、あはあ間に合いませんでした。あともう一声だったんですが、でも自力で頑張る。これでちょっとバス選ばれなかったら選ばれなかったでいいと思うので、やった、バス回避、行くぞ本郷パーク。引いた、引いたの、ベルなのに、でも行ってそうこれ。いやーでかいの、熱いけど外すときありますよね。あ、大丈夫だお20ベル251枚、お、万竜門少なくていいですよ。また本郷園、いや、なんでその1個を選ぶの。ちょっと、なんか、ダメ、嫌だ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、終わりましたよ。はい、かぶりこ、ちょっとどうしようかなとフラフラしていたら、可愛らしい女の子の隣がいていたので座ってみたらカブトムシゆかりさんでした。可愛いよ。嘘だ。じゃあちょっと、リバちゃん今日も可愛いよ。今日はね、朝から離れ離れだったんですけど、でもね、なんかいつもと違った感じで今日はやってみようかっていうことで、別々に打ってみたんですけど、結局隣に来るとそうね、寂しかった。結果ね、寂しかった。私もでもね、私の隣今日みんなよく出るのよ。本当、私も出ちゃうかな。早速起きて揃うんじゃないこれ。あ、でこれで赤まで行かないと弱いんですけど、あ、緑スタートだ。でもいつも青スタートなんですけど、緑と来て赤まで行けば、あ、赤激アツモードなんで熱いです。赤行きましたね。これは発展する、よし、出陣です。で、普段だったら 33% なんですけど、赤放流激アツモードしてるんで、これでよし、いい方、共闘の方のリーチに来ました。共闘で激アツ共闘じゃないんでカットインが入るんですけど、これが緑じゃなかったらワンチャンわからないよ。ゼブラで当たり、あ、赤、いや、いけるかも。突破つくないだらいけるんじゃない。やった、やっぱりリコちゃんの力だわ。なんかリコちゃん隣に来ると当たるわ、嫌がらせのように。そうなのよ。お願いよ。でもね、私通常よく行くのよ、頼むよ。私行けば 85% だったんですけど、通常、通常、本当通常の女出陣ボーナス行ってきます。ただ当たりました。さあこれで、本当引けないと、逆回転で引きます。引けず、いやな、まあ、次こそ、まあ、直行便すればいいんですけどね。直行便したろ、どうしたかこちら。蝶々2匹来たじゃん。蝶々2匹リジさんや、いや迫力あるね。正気人結構打つ？正気人あんま打たない。なんか仕事人の時にあんまりだったんだよね。だからその時のイメージが強かった。でも打ってる人のはすごい見てるから。あ、当たったよ。百両当たりだよ。百両当たり？当たりだよ。百両当たりだよ。百両当たりだよ。いつの間に当たり？え、ごめん、なんかそんな何回も聞かれた自信なくなってきた。いやでも大丈夫だって、100両だもん。100
カットイン。おお、本当だ。派手。派手。やったぜ。ちょっとラッシュ頼むよ。ラッシュね。ラッシュ頼むよ。奇数じゃないと心配だよね。逆回転。ハブの好きな食べ物のお店を教えてください。お店、ケバブ、うん、ケバブ、ケバブ好き。肉好きだよね、うん、でもお魚も好き、食べるの好き。あ、確かに。でもケバブが出てくると思わなかった。あ、本当、結構ね、うん、食べてるのよ。好きなお店って結構よく行くから、結構な頻度でいるから。あ、ちょっと聞けないでしょ。そう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 もらうと困る差し入れは？カブトムシもらったことある。結構3回くらいある。いや、生き物だからさ。そう、あの朝もらっちゃうとさ、そう、終わりまであれだし。でも、うん、来てくれた人が、うん、朝来てくれてどこ置いてたのってもなっちゃうしね。もうなるし、なんか自分の責任で買わなきゃいけないから。そうだね、自分のがこれだけの量買えるっていう中で買ってるから。そうだね。リコちゃんはファンレター困るって言ってたもんね。ファンレターファンレターもらわない。じゃあ私さ、ファンレターもらわないよ。ファンレターもらいたくないよ。もういや嘘だよ、今すごい知ってる知ってる、すごいブラックなジョークだったんだけど。いや、そもそもファンレターもらわないっていう。じゃあもらわないなと思って。お、最近ハマっているゲームは。あ、これリアルタイムじゃん。やばい、リアルタイムだね。リコちゃんハマってるゲームは。私さあ、ちょっと前マギレコハマってたんで、ね、あ、そうなんだ。あのキャラクターがさ、窓マギだし可愛いしで、マギレコハマってたんだけどさ、今はね、アイデンティティファイク。私そう1年くらい前やってて。そうで、カブがやり終わった頃に私が始める、やり始める。今めちゃめちゃハマってるもんね。そうそう。韓国以外に行きたい国は？私ね、日本が好きだな。日本が好きだな。日本好きよね。うん、あ、ちょっと待って、若干倒した。緊急指令で。この人倒した。 22% くらいある。倒した。発展します。発展しました。これで、あー、これ入っちゃうと一人で戦うことになるんで弱い。赤、赤こい、緑だ。かぶりこ実戦終了。もう言ってくれるかなと思って。お疲れ様です。なんか最初、うん、2人別々に打つのが初だった。初じゃないけど、まああれじゃないですか、珍しいじゃないですか。で、最終的に一緒になってるし、あと状況知ってるから別にこれ開くの怖くない。うん、そう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 。ということで、はい、まずこれを私が選んだのは4です。カブが選んだから、うん、私じゃないから。カブが選んだから、カブが選んだから。そう、いきます。せーの、バン。なんもない。あるこんなこと。何もなし。いや、これ、これこそ交換にしてくれればよかった。だって私の方が負けてると思うから。投資いくら？投資の方が36本。おお。投資で回収ゼロということで、うん、私は投資3本以上で、うん、流れを言わないんだ。前回負けて、今回負けてるから次勝てると思うんですよ、うん、そうそう。だから次は勝とう。そうします。はい、それではここで終了となります。皆さんぜひ次回も見てください。バイバーイ。バイバーイ。